金沢21世紀美術館で人気のあのプールがついに事前予約制になりました。金沢21世紀美術館といえばこのスイミングプール。今年のゴールデンウィークには待ち時間が3時間以上になることもあったそうです。そこで金沢21世紀美術館の人気の展示、スイミングプールの混雑を解消するため、今日から事前予約制が始まりました。予約は館内の受付とインターネットから可能で、映画館のように入場の時間と人数を指定します。初めて来たんですけど、結構すんなり。もうあったら嬉しいですね。密を避けるため、一度に入れるのは6人までで、時間は5分間です。より多くのお客様に快適に当館を楽しんでいただけるようなシステムにしていきたいなというふうに思っています。現在は当日予約だけですが、お盆休みの混雑が予想されるため、来月3日には1週間前からの予約受付も始めることにしています。